秋元康さん企画プロデュース一森劇場のお時間です。視聴者の皆さんからありがとうをテーマに募集した写真を秋元さん制作の楽曲に載せてお届けしています。この後出てくる写真の中から今日は1枚そしてエピソードをご紹介していきます。札幌市のゆきぱさんからいただきました。待望の娘が誕生した日にこの子を大切にしたいパパの思いを伝えたいと思い、妻の薬指サイズで誕生石アメジストの指輪を作りました。お父さんがこう娘さんのために指輪を作ったということですね。それを20年間大切に保管し、20歳のお祝いに写真とともに渡しました。サイズはぴったり、いろいろあったけど健康に育ってくれた娘に感謝と、とっても素敵なエピソードをいただきました。ありがとうございます。ではその他のありがとうの写真に載せて VTR ご覧ください。毎日通る道の脇に綺麗な花が咲いてたって僕はおそらく気づかないだろう。誰かからもらった花をテーブルの花瓶に生けたらスマホで写真撮ったりするのに、新しい出来事ばかり目についてしまう。